すごい。あ、すごい。おしゃれやね。なんかおしゃれなバーみたいな。バー、バーっていうのちょっとカフェもね、いずれはしたいと思ってるんですけど。あ、まだほんなら爬虫類売ってるだけの。そうです、そうです。何種類やんのこれ、すごいな。すごいでしょ。へえ。ちょっとね、電気が 1時になったら電気がつき始めるんで。あ、全然全然。これなぜかギター、マンドリン、これ。そうそう、マンドリンです。へえ。いや、めっちゃ可愛い。あ、ほんまやな。あ、なんか言うてる。寝起きで今からご飯を。あ、なんか言うてんな。柔らかい、猫と一緒やこれ、柔らかさ。あ、そこ臭いで、やめとき。ちょっとごめんな。うん。おばちゃん臭すんで。うわーって。うわー言うな。うわー、うわー。こっちでスズムシ鳴いてるし。なんかババアがいいんかな。ババ好きやな。やっぱあれやね。分かってんな。うん、いいこの生地。めっちゃいい。ほらもうこれで1個作れんのちゃうカバン。まあまあいい重さ。ほらほらほら。もうそのカバンに加工せんとそのまま持って歩いたらいいやん。これな。うん、この上にスマホ置いて。そうそうそう。いやおしゃれ。ほら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 。舐めるで舐めるで。あかんのクッキー。あ、ちょっとないもん。抱っこしてみる一回。イライラ。なんで？あかんあかん。爬虫類ショップ来たらやっぱ話して。ほら。いやもうすごいわっこちゃんの。また新たな一面見た。いやすごいっすね。そんなあのなんか、うん、すぐ抱っこできる人あんまりいないんで。そう。ほら変って。ほら。もうあの動物園で触られへんあのストレスのたまること。あ、はい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 。そうか。ちょっと。すげえすげえ。ほらね。わ、でもいいわ。草ないんかな、この子。臭くはないですよ。あ、そうなの。シャンプーもしてますし。すごい、イケメンシェフ。お好み焼き作んの今まで。私らの。小松菜、クッキー好きな小松菜。これ誰にあげんの？これはね、あの亀とかですね。クッキー食べたい。チャイユース、うん、シェア。そうか。息子、美大一目線動くねんな。マジですごいっすね。むっちゃむっちゃ持ってますね。さすがおしゃれネックレスや。うわー、なんかドバイの国王や。ドバイの。すげえ。いやー、すごい。冷たいっすよ。今冷たい。あ、すごい。鍵を巻いてる。あー、そういう感じだよ。蛇って方向が分かれへんからな。そうっすね。やっぱこれ絶対水いんのこの子らは。あ、いりますね。やっぱ飲み水とあとその脱皮前に体をふやかして。あ、すごいな。お前はもうヘビやヘビや。ちょっとこういう高級な百貨店におるな、こういうこういう生地のな。カバンな。おるおる。クイワコードしてんじゃん。キャスパー無理っすね。そうやね。さんの旦那さんは大丈夫ですか？出しとくの、はい、多分いけると思う。動物何でも好きやから。そうやそうや。キャスバル兄さんだけやから。めっちゃおもろいね。ちょっといやなんかこういかにも、うん、なんか今これ大正洋裁で街の洋服やな。あ、似合うわー。秋似合うわ。秋色味ぴったり。もう買ってて、もう隣の宝くじ屋を買ったんですよ。いやー、かっこいい。うわー、もう買ってんやってるでしょ。占い師の先生見て、占いもしてる。ここ？はい。宝くじ売り場で占いしてくれるの？あ、ここ。あ、この子にあるんですよ、セアがある。あ、また出振ってる。小山さんですか？違うな。就活でな、帰ってきた。息子とおかんや。やばい。ありがとうございます。
肩痛いじゃん。うちの彼氏なんでもしてんねんね。肩痛いんか、そこまでしか上がらへんねんな。四十肩、五十肩。いや、でもほんまに可愛い。ほんま、私に似てるのかな。もうあのな、最初来た時のミーアキャットが一番似てる。そうか。ミーアキャット落ち着きほんまないねん。どういうことじゃん。寿司店。はい。これはね。本格的なお寿司が880円だ。じゃあクッキー。ここね、あのそう、カリントまんじゅうが有名。マスタミさん、いやマスタミさんがやってる。じゃあ、じゃあ。あ、まだまだ知り合い？あのラジオ の、 あの別の番組のパーソナリティありがとうございます。すごいな、大人気。すごいな、男前って得やね。